あ、お疲れ様です。ちょっと今日西崎さんに聞きたいことがあり、お待ちしてました。もう撮影やってんすね。ちょっと私ではまだ役目不足です。誰でもできます。いやいや、それ今日テーマが、社長である西崎さんって営業ってよく来ます？来ますね。 DM とかメールとか電話とかいろいろあると思うんですね、うん、社長はどういうアプローチをすればアポイント獲得できるのか、あ、気になるとこね。はい、はい、俺が営業やってた時めっちゃ知りたかったそれ。そうですよ、取れんちゃんね、社長アポって、はい、うん、経営者って忙しいけどさ、はい、担当者アポを取るよりもやっぱ難易度は高いよね、はい、担当者ってさ、やっぱり現場をやってるからさ、アポイント取ったりってできたりするんだけど、うん、経営者って別にその現場の細かいところってそんなに知らなかったりするけどさ、うん、そこに切り込んでいくっていうのは、うん、まあ容易じゃない。経営者にアポが取れるメリットって、うん、経営者が OK って言ったら基本的には契約受注に結びつくっていう形になるんで、はい、経営者のアポを確実に取り切れるっていうのは強いかな。まあ営業のやり方ってテレアポでね、いきなりこうアプローチをかけるパターンと、メールとかでアプローチをかけるパターン、あとは DM なんか郵送物でアプローチをかけるパターンとか、飛び込みでアプローチをかけるパターン、新規営業って大体この4つぐらいにタイプされるんじゃないかなと思うけど、これまでの経験上一番アポイントを渡してきたので言ったらテレアポかな。でこれ理由があって、一番アプローチの件数が多いんよ。なんでやっぱ数が多いから一番そこに渡してるっていうのが俺が今までのアポイントをやってるやつで、はい、うん、テレアポの場合は最初の関門第一印象、ここをクリアできるかどうかって一つ大きいところかなと思っていて、勢いない人は興味持たないよね。ボソボソっと話すとか、声が小さくて何言ってるか分かんないとか、話のトーンに覇気がない、勢いがない、ここは多分基本的に押さえとかないと、なんかこいつの話聞いてみようかなってならないと、はい、うん、勢いさえあれば、元気があれば、声のトーンが高ければ渡すかっていうと、そういうわけじゃなくて、やっぱこう話していて、こっちの知らない知識とか考え方とか提案とかがどんどん出てくるテレコールっていうのは興味を持つ。一方的にやっぱこう話されてもさ、心眼トークみたいなのが、はい、ひたすらなんかサービスのメリットを説明してくれるみたいな、うん、はい、そもそも興味ないから、うん、サービスの話をし続けるっていう営業はもう二流ですよね、うん、まずやっぱ相手のこと知らないといけないんで、できるテレコールに共通してるのって、まず簡潔にどんな会社かっていうのを20秒から30秒ぐらいで話す。その後に相手の状況を探りに行く。この探りに行った時に事前にその会社のことを調べている情報があればあるほど優位に探れる。で相手の状況に合わせた提案をかませるっていうのが王道パターンじゃないかな。私こう電話よく受ける側からすると、はい、興味ない時に質問されても、うん、なんかそれを答えることすらはばかられる。まあそうだね、はい、自社の情報やけどね、はい、ベラ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 外に喋るもんじゃないから、うん、そうやねんけど、面白いなってやつにはどんどんやっぱ喋っちゃうんよね、うん、シャッターを開け切るか開け切らんか、はい、これが最初の第一印象から探り入れていく展開の中ですごい大事なバロメーターかなって、うん、私は受付として受ける側ですけど、はい、社長と面識あるとか、うん、約束してたみたいな、うん、後から聞くと実は違ったっていうケースもあるんですけど、はい、うん、突破法としてはそういう方法は主流なんですか？うんうん、営業のやり方としてはまああるよねっていう感じで、多少誤解させてもいいからまず受付突破しろみたいな感じで、ただおすすめするのね、オーバーに言うと相手を騙してでも契約を取りに行くと。ビジネスにおいて信頼ってめっちゃ大事じゃん。嘘をつく、騙す、ごまかすってビジネスの信頼を一番毀損するやり方なんで、じゃあそういうアポをかかってきて相手を信用できるかっていうと信用できない。なるほど。まあ、今のがテレコール編かな、うん、テレコールの次にアポイントを渡してるもので言ったら DM とメール、これが多分同じぐらいの割合で上げてる、うん、アポイントを渡した人の特徴っていうのがいくつかあって、まずね、長いね、あ、文章が、うん、とにかくうちの会社のことを調べ尽くしてるっていうのが特徴、うん、長文って何が言いたいかわからないっていう、うん、なんかネガティブイメージが持たれるんじゃないかっていう心配もあると思うんですけど、うん、はい、うん、長文だったらいいんですか？ただ文章を長く書けばいいって話じゃないんで、はい、うん、やっぱそこに熱意とか思いとか、はい、そこに至るまでの準備とかが垣間見える長文がいいね。なるほど。当然のことながらテンプレメールとか社名を書いただけのメールでアポが取れるかって言ったらこれ無理、うん、距離も短期ね、はい、その人のパーソナルな情報も書いてあるっていうのは結構傾向としてあるかもしれない。送り主のってことですね、うん、そう、どんな営業かとか、はい、どんな実績持ってるのかとか、うん、どんな経験をしている人なのか、人に興味関心を持つことっていうのはサービスに持つこと以上に入り込みやすい、うん、サービス興味ないけどこの人会ってみたいなっていう人にアポイントを渡したりすることって往々にしてあるんで、うん、DM とかメールとかに自分のプロフィールを面白おかしくまとめて付け加えとくって結構効果的じゃないかなっていうふうに思う、うん、これは俺がやってたことないけどね、徹底してやるっていうのが一個大事かなと、はい、例えば俺どうしてもね欲しいアポイントの社長がおったんやったら、うん、毎日送るってやってる、ね、
営業ってこいつに会いたいなって思わせられるかどうかやんか、はい、そこで言うと同じアプローチ同じやり方をやってたとてこれ差がつかないからさ、結局こいつのその他大勢の一人っていう風になってしまう。じゃあそこからいかにポンと抜け出すか。営業ってさ全てに共通することやと思うんだけど、アポイントが取れる点数っていうのがあると思っていて、例えば第一印象が良かった10点、事前準備バッチリできてた10点、相手のヒアリングしっかりできてそれに合わせた提案ができた10点、その人個人の人間的な魅力10点、この点数が積み重なってアポイントが取れる。ただこのアポイントが取れる点数っていうのが人によってね基準がバラバラなんよね。20点でアポイント取れる人もいれば40点取らないとアポイントが取れない人がいるっていう。なんでこれ1個だけやればいいよっていう話ではなくて、相手がアポイントを渡したくなるカテゴリーっていうのはいくつかあって、そこでいかに1個ずつ突き抜けてやっていくかっていうのが、これが多分一番社長アポイントと言われても近道じゃないかな。あとはダブル構成がいいと思うね。ダブル構成、ダブル攻撃かな。 DM を送って手紙を送って、はい、そのタイミングで電話かけるみたいな、はい、複合技みたいな感じですね、はい、DM とかメールでアポにつながるパターンって結構この傾向があるかな、うん、なるほど。これテンプレだなっていうのはどこから判断してるんですか。見たらわかるよね、うん、社名と名前を変えて違和感がない文章かどうかっていう、うん、なるほど。例えばこれがトゥモローゲートの西崎って書いてあるけど山田商店の山田社長宛に名前がなってて通じるかどうかっていう、はい、当然俺のこと書いとったらさ、うん、通じまけんか。 YouTube のこととか、うん、Twitter のこととか書いてあったら通じまけなんて、はい、あとはタイトルとかでもそれは感じたりする部分あるけどね、うん、よくあるやん。だいたいテンプレのメールってすごい大げさな装飾があったりとか、はい、こういう経営者必見みたいな、うん、そういうのはもう避けた方がいい、ね、うん、経営者って言われ慣れてる印象があるんですよ。それでもそういうアプローチは嬉しいというか、うん、興味持ってもらえるものですか。見てきただけでは興味持たないよね。食材を仕入れてきたわけよ。その食材を料理して、うん、アウトプットするかが大事。その会社であればどんな提案ができるのか、はい、前すごいなと思ったのが俺の過去のね、まあ、発信とかを全部チェックしてきて、はい、私の仮説になるんですけども、こういう状況を経ている社のならば今多分こういうことにお悩みだと思います。まさにそれが今悩んでることやったり、でそれに対してうちはこういうことができます、うん、これ料理されてるわけですね。そうですね、うん、単純に見てきたファンです、これに対して付加価値がないんで、うん、会おうっていうのがね、うん、経営者においての付加価値って何かっつったらやっぱ経営に対してプラスになるかどうか、そこを得た材料をもとにちゃんと料理してクリティカルに刺すっていうのができると会いたいなって思う。今日からあれですね、三崎さんにたくさんの DM がまた、はいね、同じやり方通じんけんね、はいはい、ここでもう一個大事なことがあって、今日の話を聞いた上でどう考えるかっていうのがいい。同じことをやっててもこの動画を見てる人ってみんな、あ、こういうことやったらいいんだってやるわけ。そしたらまた差がつかなくなるわけ、うん、今日伝えたいことってこれやれっていう話じゃなくて、こういう考え方が大事だよっていうのを理解した上で自分で考えていろんな新しいことにチャレンジしていくっていうことがむっちゃ大事。人によってはテレコールがめっちゃ向いてる子もいるかもしれないし、うん、SNS で関係構築してアポイントに結びつけるっていう人が得意なこともあると思うし、まあいろいろやってみてさ、自分にこれ合うなってやつに注力するっていうのがいいんじゃないかなって、でそれが複合してできるんやったらそれはさらになおいいんじゃないかなっていうふうには思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ですか。お金くれですか。セミナー代ですか。セミナー代ですよ。え、これタダで配信するの。そうなんですよ、 YouTube タダで配信するの、はい、タダで配信大盤振る舞いですね、はい、グッドボタンを押しておきます。あ、お願いしますね、はい、あのチャンネル登録もよろしいですか、はい、チャンネル登録を押しておきます、はいはい、またこんな感じでこれまでの経験だったりとか仕事の考えとかをお伝えしていきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。